はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。今日はですね、昨日言いましたように、PR 会社主催の、メディアと、それと、何ですかね、企業の広報担当者との、交流会といいますか、懇親会といいますか、そういうのがありまして、出席をしてきました。100社以上来てたと思いますけども、実際に私が名刺交換したのは20弱ぐらいですけど、やっぱりね、テレビ関係とか、雑誌とかね、そういった編集者とか記者さんとかはもうね、長蛇の列ができてまして、私のところは、それ列はできませんけど、ちょこちょこと来てたぐらいですけども、でも今後、記事になりそうな、企業さんというのもいらっしゃって、ずっとこういう、なんていうんですかね、人脈といいますか、リレーションが続いていけばいいんですけど、なかなかね、私は、どっかの所属してる編集部、編集部に所属してる記者ではありませんので、比較的、時間は、自由に取れる方なんですけど、なかなか編集部所属の記者さんだと、山のように名刺交換しても、実際にそこから、記事になるような、商材でありますとかね、サービスでありますとか、っていうのは本当に数えるほどしかないんだろうな、というふうには、思いました。私はなるべく、名刺交換してくれた方については、今後、言ってくれれば、聞き取りをして、どういう、サービスで、どういう商材で、どういうふうに、消費者に役に立つのかなとか、あるいは面白いのかなとか、新しい気づきがあるのかなとか、そういったところを見つけながら、記事にできるものはしていきたいなというふうに、思いました。東京でやったんですけども、結構その地方に、東京以外のね、地方に、会社があるケースっていうのもあって、そういったところはわざわざ地方からね、上京して、この交流会に参加してたようですけども、そういうとこ大変ですよね、地方だとね。東京に事務所があったりするところも多いっちゃ多いですけども、そういう広報の担当者が地方からわざわざね、来られて、いろいろ説明をしたりしてくれました。なかなかのメディアはね、たくさんあるんでしょうけども、取り上げられるとなるとね、なかなか競争率は高いので、難しいところあるのかもしれませんけども、だけど、記者の取り方にもよるんですけどね、記者の方がこういわゆる切り口っていうのを考えて面白くできるような、ものであればいくらでも記事にしようと思ったらできるのかもしれませんけど、最近の若い記者さんはお忙しいですので、そんなことまでいちいち考えておれないので、パッと見てパッとこう映えるものじゃないとなかなか記事にしてくんないっていうところはあるのかもしれませんね。そういった面で、
取り上げられるケースっていうのが少ないのかもしれません。まあ、テレビってなるとなおさらのこと、でしたね。たかだか、まあ、特集とかで取り上げられても、3分を超えることは多分ないと思いますけども、1商品につき1分あるかないかですね。その枠でどれだけ、売り込めるかっていうところになると相当きついと思いますけどね。まあ、でも、普通のメディアは、こう、新商品とかね、新開発のものとか、そういう新しいものにこう飛びつく傾向がありますけども、もちろんそれはそれでね、非常に話題性に富むので、新しいもの好きの読者には非常にいい、題材だと思うんですけどね。私は別にそれに限らず、なんていうんですかね。やっぱり、長く売られてるもの、例えばそのロングセラーっていうふうに言われてるものには、ロングセラーなりの理由があるっていうふうに私は思ってますので、何もその新しいものじゃなくたって、ニュース性はあるというふうに思ってますし、新しいものじゃないとニュース性がないとは思わないですよね。本当にいいものだったら長く使われ続けた理由があるはずですので、それを、もう一度再認識すれば十分に記事にはなるんですけども、なかなかね、新しいものの方が書きやすいですので、まあ、普通の記者さんは、新しいものから順番にピックアップしていくっていう傾向にあるとは思いますね。だけど、まあ、編集権の問題もあるんでしょうけどね。どうしてもその、デスクであるとか、編集長であるとか、そういったところが編集権を握っていると、こう、どうしても新しいものから、要は読んでもらいやすいものから順番に、取り上げていくっていう、編集方針は、これはもうどこも同じだと思うんですけど、まあ私の場合は、私に編集権があるので、あんまりそんな気にせずに、古かろうが、新しくなかろうが、いいものだったら、どんどん取り上げていく、方針ではありますけどね。まあそういった面では、今日名刺交換してくれた、私から名刺交換してくださいっていうことは、私の場合はないので、じっと待ってるだけなので、待って、名刺交換してくださいって言われれば、喜んでしますし、ずっとね、新聞社とか、雑誌とか、テレビ局とかのところにずっと列ができるわけです。やっぱ人気ありますから。そこを列を作ってる間に、どん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 時間が経ってしまうので、名刺交換できる機会がどんどん減ってしまう、わけなんですけどね、実は。これはもう、作戦ですけどね。私は、こちらから声をかけることはありませんので、誰も来ないときは、出された料理を食べてましたけど来てくれたらね、ゆっくりお話を聞けますし、そんなに列が途切れることがないちゅうわけじゃありませんので、十分に余裕が、時間的な余裕がありましたので、ゆっくり一社あたり来てくれた方は話を聞けたんですけど、まあずっとこういうせっかく名刺交換したリレーションがこうずっとつながっていくかどうかが問題ですよね。つながらないと、一回しか会ってなくて、何の仕事もしてなくて、名刺交換しただけでは覚えてませんので、だいたいあれですよ。そのまま切れちゃいますよね。うん、だけど、何らかのアプローチをずっと、定期的にしてくれていれば、忘れるってことはありませんので、いつか何らかの記事になるんだろうと思いますね。まあそういったところの、粘り強さとかね、あるいは、こう、ある程度やっぱガツガツして、こう、自社の、
製品をね、売り込んでくんないと、そんなに自信のないものだったら取り上げないということになりますので、その辺のところが難しいところではありますけどね。まあ、今日私と名刺交換してくれた方が、どれだけ、リレーションを保ってくれるのかなっていうところで、決まるんだと思います。はい。だいたい半年に1回ぐらいこういう催しってあるので、私2回目ですけど参加したの。毎回新しい発見があって、ためになりますね。私も勉強になりますね。だから、行くんですけどね。だから今日ね、行ったところが、文京区の凸版印刷の、まあ、ホールっていうか、あれは何なのかな、レストランホールみたいなのを貸し切ってやってたんですけど、なんせね、場所がね、ちょっと中途半端なとこでして、どの駅からも遠いんですよ、地下鉄の駅から。で、バス停が、あそこはね、都営バスが、九段下からとか、上野公園から、高田馬場を通って御滝橋の方に行く路線上にあるんですよ。ちょうど飯田橋からね、まだ結構離れてて、飯田橋からバス停2つ分ぐらいあるんですかね。結構遠いんですよ。私は九段下から乗りましたけど、御滝橋車庫の御滝橋営業所の、ここから話全然違いますよ。バスネタですよ。フルフラットバスが来まして、ノーステップバスっていうのはもう、まあ、だいぶ前からあるんですけど、どうしてもそのエンジンが後ろについてますので、エンジン部分はどうしてもこう、高くなるんですよね。なので、中ドアありますよね。東京で言うと前乗り、後ろ、中ドア降りなので、中ドアより後ろ側は一段あるんですよ、ノーステップバスでも。で、本当にノーステップなのは、前ドアから中ドアまでなんですよね。後ろは段差がついてるんですけど、どうしてもそれは仕方ないんですけど、このフルフラットバスっていうのは、後ろまでずっと、ノンストップなんですよ。で、日本のメーカーではこういうのは今のところ作ってなくてですね、スカニア会社ですけど、輸入車ですけどね、スカニアが作ってまして、それを都営バスが何台か輸入して、今入れてるんですよ。で、それがたまたま来たんですね。存在は前から知ってます。見たこともありますけど、乗ったのは初めてで、で、乗った瞬間、なんかどっかで乗ったことあるなというふうに思ってですね。まあ、インスタグラムに上げましたけど、ちょうど香港でダブルデッカーのバス、香港の路線バスって大半がダブルデッカーなんですけど、もうね、香港のダブルデッカーバスの、2階部分をなくして、一階部分をハイルーフにしたような感じ。あれとそっくりでしたね。座席の配置は違いますけど、本当それにそっくりな作りでした。なので、ああ、やっぱり、スカニアが作るので同じような、構造になるんだなというふうに思いました。まあ、エンジンの置き方が多分横置きじゃなくて縦置きなんですかね。で、後ろの壁の面にこう押し込んでるような感じの作りなんですね。だから本当にフルフラット、床はですよ。床はフルフラットですけど、まあ途中にタイヤハウスとかあるので、座席の面は一段上がってますけど、床そのものはフラットですね。だから一番後ろの座席が面白いですよね。一番後ろの座席って普通高いじゃないですか。だけど一番後ろも床と同じ面なので、なんちゅうんですかね。個室じゃないですけど、なんかそういう閉鎖空間みたいな感じで面白い、作りでしたね。香港のダブルデッカーのバスはあの部分は向かい合わせの座席になってまして、なんでかというとタイヤハウスがあるんで、タイヤハウスの上に座席を持ってくると足の位置が高くなるんで、そこを向かい合わせにしてるんですよね。で、タイヤハウスをうまく使ってるんですけど、まあ日本の都営バス乗ったバスは向かい合わせにはしてなかったので、タイヤハウスの真上に思いっきり一列座席があるんだ、あそこは座りにくそうだなというふうに、思いました。びっくりしたのはね、一部座席に USB 充電ポートがあって、路線バスなの。
その座席に座るとケーブルがあればスマホの充電ができるという、なかなか素晴らしい、バスですね。で、フルフラットで、座席の位置が全体的に低いので、一番前の、こう、なんて、案内表示板、次はどこどことかね、どこどこ、どこそこ行きとか、運賃なんぼとか書いてある、ありますよね。普通は運賃表ですけど、都営バスは均一なんで、運賃表示じゃないんですけど、それだけじゃ後ろから見えないので、ちょうど 中ドアの位置にちょっと細長い、LCD が、パネルが追加されてましたね。だから後ろの座席からでも、次の停留所がわかるように、案内表示板が追加されてましたね。あれも新しい、初めて見た感じですね、はい。椅子はね、硬いです。外車特有の椅子で、国産のメーカーの椅子のような、モケット張りで、まあ、比較的ふかふかしたような座席じゃありません。硬い。あまり乗り心地の良くない座席です。で、長距離にはちょっと向かないかもしれませんね。短距離の路線バス、ちょっと乗るにはいいかもしれませんけど、始発から終点まで乗って1時間ぐらいあるような、1時間以上あるような路線には、ちょっとフルで乗るのは向かないかもしれませんね。という感じ で、帰りはね、その、九段下に戻って都営新宿線に乗るんですけど、そのバスはね、もう夜だったんであんまりなくて、上野公園行きのバスが来たんですよね。で、それに乗ると、九段下には行かないので、本郷三丁目で降りて、大江戸線に乗って、まあ、森下から豊新宿線に乗り換えるっていうルートで帰るんですけど、それにもね、そのスカニアのフルフラットバスが来まして、行きも帰りもそれに乗りましたけど、まあ、あれは好き好き分かれますね。もし東京に来る機会があったら、まだ、導入されている路線が少ないので、乗れる機会っていうのはあまりないかもしれませんけど、狙ってもし来たら一度乗ってみてください。ちょっと日本のどのバスとも違う雰囲気が味わえると思います。以上です。なんか違う話題二つ喋ってしまいましたけども、以上です。皆さん良い週末をお過ごしください。今日もやってきましてありがとうございました。